霞ヶ関駅は東京都千代田区霞ヶ関2丁目にある東京地下鉄の駅である。丸の内線と日比谷線、千代田線の3路線が乗り入れており、各路線ごとに駅番号が付与されている。駅ホームは逆向きのこの字に配置されており、北から半時計回りに丸の内線、日比谷線、千代田線の順である。いずれの路線もエスカレーターと エレベーターが設置されており、コンコースとホームを連絡している。丸の内線は、島式、相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。開業当時は、島式1面2線であったが、1973年11月に、池袋方面域の単式ホームを増設する工事に、着手し、1976年9月16日より、新ホームを、共用開始、同時に、 従来の島式ホームを小木久保方面域専用とした。同時にコンコースの拡幅、出入り口の増設工事を行った。改札は地下1階、ホームは地下2階にある。日比谷線は島式ホーム1面2線を有する地下駅である。改札は地下1階、ホームは地下3階にある。中目黒側に引き上げ線があり、夜間留置も設定されている。 丸の内線霞が関駅の建設時に地下鉄2号線の建設が確定していたことから、あらかじめ丸の内線霞が関駅のトンネル構築下部に2号線用の駅区体が構築されていた。千代田線は島式ホーム1面2線を有する地下駅である。改札は地下2階、ホームは地下1階にあるため、ホームから地上に出るには一旦下の木座橋を経由することになる。 建設地点には、旧海軍省の地下防空号跡があったため、このうちの約半分を取り壊して建設された。代々木上原方に引き上げ線があり、夜間留置も設定されている。丸の内線と千代田線の乗り換えには、日比谷線ホームを経由する必要があり、東京メトロの資料によると5分程度かかる。なお、丸の内線ホームと千代田線ホームを直接連絡する。 改札内通路はない。千代田線の国会議事堂前よりに、有楽町線桜田門駅に繋がる連絡線がある。主に改装列車が使用するが、営業列車では、千代田ワープ号などのイベント列車が走行した事例がある。2008年5月3日からは、小田急電鉄の特急ロマンスカー、ベイリゾートが年間30日程度運行されていたが、 当駅はスイッチバックで連絡線に入るために運転停車し、乗降は取り扱わなかった。なお、メトロアコネ、メトロ江ノ島、メトロモーニングウェイ、メトロホームウェイは当駅に営業停車する。駅む関区所在駅であり、霞ヶ関駅、務関区として、霞ヶ関地域、六本木地域、ため池山王地域を管理する。すべてのホームにおいて、 スイッチ制作の発車メロディを使用している。改札内で各線のホームに連絡しているため、他の路線の改札の利用が可能。近年の1日平均乗降人員推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。中央省庁や、その関連施設が多い。最寄りバス停留所は、霞が関と経済産業省の2カ所である。 経済産業省注釈出典ありがとうございます。